赤キロストミスゼ・ツェレテリは、ジョージアの詩人。モノニムで、赤キとして知られる。ジョージアの国民解放運動における、主要人物の一人である。1840年、イメレティア州のスフビトリ村において、有名なジョージア貴族の家系に生まれた。父は、ロストム・ゼレテリ公。母は、イバネ・アバシゼ公の娘エカテリネであり、エカテリネは、イメレティオ・ソロモン一世の彦にあたる。 かつてからの一族の伝統に従い、赤木・ツェレテリは幼少期をサバネ村の古作農家で過ごした。彼は農民の馬によって育てられ、その中でジョージアにおける農民の暮らしに共感を与えさせた。彼は1852年にクタイシ古典ギムナジウムを卒業し、1863年にサンクトペテルブルク大学東洋言語学部を卒業した。ツェレテリは ジョージアの進歩的な作家、イリア・チャブチャバゼの親友であった。チャブチャバゼとツェレテリは1860年代のジョージアにおける若手世代を代表して、帝政ロシアに抗議し、ジョージアの文化的復活と民族自決を求める活動を行った。ツェレテリは愛国的、歴史的、叙情的、風刺的なし、またユーモラスな物語や自伝的小説を執筆し、 その作品数は数百に上る。ツェレテリは教育、ジャーナリズム、演劇の活動にも積極的であった。ジョージアの有名の民謡、スリコはツェレテリの作詞である。ツェレテリは1915年に死去し、トビリ市のムタツミンダパンテオンに埋葬された。トビリ市中心部にあるトビリ市地下鉄サブルタ路線のツェレテリ駅は赤きツェレテリにちなんで名付けられた。その他、 飛び石市内の主要道路にも、ツェルテリの名が付けられている。息子は、オペラ工業主アレクシツェルテリ。ありがとうございます。